クリストファー・ジョン・クロンは、アメリカ合衆国ニューメキシコ州アルバカーキ出身の、元プロ野球選手、野球指導者。宇藤右内。ち。現在は、MLB のアリゾナダイヤモンドバックスの、フィールドコーディネーターを務める。1983年1月の MLB ドラフト7巡目で、アトランタブレーブスから指名されたが、この時は契約しなかった。 同年6月の MLB2 次ドラフトでも30目で、デトロイトタイガースから指名されたが、この時も契約しなかった。1984年1月の MLB2 次、ドラフト2巡目で再びブレーブスから指名され、プロ入り。1991年8月15日に、カリフォルニア・エンゼルスでメジャーデビューし、1995年途中まで現役生活を送った。 引退年の1995年途中より、シカゴホワイトソックスの参加であるアパラチアンリーグのルーキー級ブリストルホワイトソックスの監督を務めたのを皮切りに、以後マイナーリーグの様々な球団の監督を歴任した。2021年シーズンによりアリゾナダイヤモンドバックスのフィールドコーディネーターを務める。息子である CJ クロンとケビンクロンもクリスと同じようにメジャーリーガーとなった。 クリスがダイヤモンドバックス参加のトリプル A 級リの A シズの監督だった2019年にはケビンが選手として同時に在籍していた。また、いとこにミルウォーキーブルワーズなどでプレーした元メジャーリーガーのチャドモーラーがいる。ありがとうございます。